北口近鉄線プラットフォーム JR 線プラットフォーム松阪駅は三重県松阪市京町及び京町はじめ区にある東海旅客鉄道近畿日本鉄道の駅である。駅番号は近鉄が M64。JR 東海の帰省本線、名称線と近鉄の山田線が乗り入れており、両事業者が校内を分割して管理する共同使用駅となっている。 JR 東海の駅としては、規制本線を所属線としている。また、名称線は当駅が起点である。このほか、1964年までは、三重電気鉄道の松阪線も乗り入れていた。近鉄線利用時にはピタパおよび、ピタパと、相互利用可能な交通系、IC カードが使用が可能。ただし JR 東海利用時にはこれらの利用ができない。 1924年6月の松坂駅前へ、入国する上田音市を送る農民たち、5面7線のホームを持つ地上駅。うち3面4線が JR 用、2面3線が近鉄用となっている。乗り場は1番から8番まで存在するが、現在は2番ホームは使用されていない。1番ホーム、3番ホーム、6番ホームが短式ホームで、 4.5番ホーム、7.8番ホームが、それぞれ島式ホームとなっている。近鉄が管理する6から8番ホームのうち、三宮急行電鉄開業時からあったのは、現在の7.8番ホームのみで、6番ホームは、後から増設されたものである。なお、1987年から1990年まで一時的に1番線ホームが、存在しなかった。 1> 旧1番線は、名称専用のホームで、線路も2番線とは別に付設されていたが、同線の列車が5番線ホーム発着に変更されたため廃止、線路を撤去した。その後、旧1番乗り場を2番線側に拡張、新たに線路は付設せずに2番線ホームと線路を共有する形で1番線ホームが復活した。さらに2番線ホームの使用が停止され、ホーム上には、 柵が設置されている。運転取扱い上、JR 線の1番線は上り1番線、3番線は上り本線、4番線は下り本線、5番線は下り1番線となっている。近鉄線は6番線が上り、列車用、8番線が下り列車用で、間の7番線は上下列車に対応する対比線である。駅舎は南北に2つあり、 南側を JR 東海が北側を近鉄が管理する。駅舎とホームへ、個線橋で連絡している。中間改札はなく JR、近鉄のホームは自由に行き来できる。JR 東海の駅は、駅長、駅員配置駅である。管理駅でもあり、規制本線の六県駅、乗り数駅及び名称線の各駅を管理している。なお、近鉄の駅長は、 伊勢中川駅に置かれ、当駅は、その日管理駅となっている。上り列車のうち、快速、三重は1番線、特急、南紀は3番線から発車する。普通列車は、基本的に1番線からであるが、三重の通過待ちを行う場合は3番線に入る。主な駅弁は、下記の通り。特に、松阪牛関連の駅弁が多い。三重県統計所によると、 ついたちの平均乗車人員は以下の通りである。近鉄は JR からの乗り継ぎ人員を含んでいる。当駅乗降人員近年における、当駅のついたち乗降人員の調査結果は以下の通り。利用状況松阪駅の利用状況の変遷を下表に示す。松阪牛、モニュメント JR 松阪駅ロータリーには、この松阪牛像が複数設置されている。ベルタウン。 松阪市の観光名所が集中する。駐車場や市場がある。三宮急行電鉄の駅として開業した当時は、水田が広がっていた。松阪駅前、JR 松阪駅近鉄松阪駅。ありがとうございます。